開けちゃった。俺たちの運命やいかに。やっぱり殺されるんすか。はい、これ魔人の爪よ。本当にいいのか。だって約束じゃん。そうだよな、約束だもんな。じゃあ遠慮なくもらっていくぞ。お前結構いいやつだな。どうしたんすか、エトナ様。あいつら騙されて偽物持ってったのよ。え、あれは私の爪じゃなくて、この間魔界テレフォンショッピングで通販した小悪魔の付け爪よ。なんでそんなことを。だってさ、私だって魔王ゼノンの偽物を掴まされたわけだし、誰か同じような目に遭ってもらわないとなんか嫌じゃん。わかんないじゃん。けどあいつらも見事に騙されたわね。お前結構いいやつだな。だってさ、それじゃあ俺たち戦う必要あったんすか。ないよ、ただその方が盛り上がるかと思って。いつかグレてやるっす。さあ準備は整ったわ。世界で一番強いやつを召喚するわよ。ワクワク、誰が出てくるかな。魔王ゼノンに決まってるじゃん。そのための魔人の爪でしょ。拙者、武者震いしてきたでござるよ。僕はトイレ行きたくなってきました。っていうか、すでにちびりつつあります。イモリの生焼き、ガマの油、キノコ汁に魔人の爪、ふう、これで全部揃ったわね。いい？じゃあ、始めるわよ。いよいよ、本物の魔王ゼノンのお出ましか。父上、闇と大地の精霊の契約に基づき、アデルの名において世界で一番強いやつを召喚する。なんでエトナが。あらやだ、また失敗。